あるんだ。流水プール。プールもあるんだ。へえ。大きい。あ、でも俺ここは多分一回来たことあるはずなんですけどね。そうだ。あ、結構いっぱいいるよ。十字大公園。これで中入れるかな。ね。ドラちゃんカステラなんだ。ああ、どっから入りゃいいんだこれ。さあ、ってことでね、中部大運動公園ね、やってきましたけどね、もうね、お子さんとかね、家族連れの方が多いんでね、もう、とっとと、パッとね、あいここですよって映してね、もう、とっとと帰ろうかなと思ってたんですけど、なんか気になるのがあるんですよね、そこに。なんかえらい、立派な蒸気機関車が止まってるんで、何が気になるんで、ちょっとあれだけは見ときましょうか。あれかな、紀勢本線とかで走ってた汽車なのかな。へえ、いっぱい。見ての通り、結構、お客さんも、利用されてる方も多いみたいなんでね、あれですけど。こんなところにあるんですね。これ気になるな。C58-51 ってなってますね。反対側に行ったら、なんか書いてあるのとかあるのかな。すごい。あ、ここに書いてある。すごいな。あ、でここに三重子供の城ってのもあるんですね。月曜日休館で今日は空いてるみたいですよ。城はどこにあるの？この奥にあるの？で、ここら辺が広場になってんだ。こんだけ広いといいですね。こんなにいろいろやってんだ。上映スケジュール。映画、30分の映画が400円で見れたりとかするんですね。へえ、いろんなやってるんですね。プラネタリウムとかもあるんだ。へえ。で、開館時間は5時まで。へえ。なんですね。この奥にあるの？徒歩約5分でやったら一応行ってみましょうか。あ、そうだ、マイク多分ここに一回来てるわ。このドリームオーシャンスタジアムってなってるところに、昔ですけどね。そうそうそう、中部大公園だ。そうだそうだ。まあ野球場もあって、温水プールとか流水プールとかいろいろあるね。すごいね。入ってきたのがこっち側か。で、奥に天文台なんかもあるみたいですけどね。テニスコートとかね、広いですね。そこなし沼って気になりますけどね。本当にそこなし沼って名前の沼って初めて見ましたよ。よいしょ。で、黒アゲハも飛んでますよ。で、この奥に子供の城ってのがあるんだ。
面白いところですね。サイクリングゾーンとトリムゾーンなんだ。トリム走ってんの？自分で漕ぐタイプのトリムなのかな。この子に秘密基地、秘密にしてはだいぶ大っぴらにエントランスがありますけど、これが子供の城なんだ。こっちから撮ろうか。そこから登っていくと入れるみたいですけどね。あ、こっちからでも行けるわ。あれプラネタリウムになってんだ、これが。こんな施設あったんですね。400円とかになってたから安いですね。まあ、完全に子供の人ね、この一人身のおっさんには完全にアウェーなんでね、もうこれ以上なんかバリアが張られる感じがするんで、ね、近づきませんけど、いや、とりあえずこれでね、いいですね、こんな、安い値段でね、こんな感じで、伸び伸びと、遊べる環境があるっていうのはいいことですね。いやいやいや。さあ、ってことで、順調に来ましたね。もう、これでね、ここの紹介は、これぐらいにしといてね。さあ、あとは、これで、順調に来ましたから、あとはもう残すとこ一つですかね。やっぱこういった郊外の曲はやっぱ車だと早いですね。